雲南陸軍工部堂、西門雲南陸軍工部堂は、新末の雲南省に創設された、軍事学校。中華民国の時代になると、雲南陸軍工部学校と改称された、雲南工部堂と略称されることもある。1908年に設立準備が開始され、翌年8月、昆明の水庫において開学した。総弁は、古経医、工事等、離婚元らが務めている。 甲乙兵の3班で構成され、後に特別班が増設された。陛下は、不評、騎兵方兵公兵の4課があった。学習期間は、1年半と2年半の2種類で、校舎は特別班である。特別班では、国文、倫理、機械が、算術地理、歴史、英語、フランス語、不評争点、射撃共犯などをまず学び、1年後、 陛下ごとに分けられ、専門的に軍事を学んだ。雲南陸軍工武道の教官、学生には、中国同盟会に所属する者が多く、また、日本陸軍士官学校卒業生の教官も目立つ。1911年10月、武将騎議に交往した昆明19騎議では、工武道の教官、学生たちが革命派の軍隊として放棄している。工武道出身者は、 雲南派形制においても、中核となり、五国戦争でも五国軍の主力を担った。1912年、雲南陸軍工部堂は、雲南陸軍工部学校と改称され、東王次に、京、小品鎮、何王金、龍雲らが校長を歴任している。22期にわたり、学生を輩出し、1927年、廃校となった。主な卒業生としては、龍雲、 ロカンダ雲南派の軍人たちだけでなく、中国共産党の取得、要県営といった中国、人民解放軍創設者たちも挙げられる。また、昆明市合格にある陸軍工部堂の建物は近年、修復され、一般にも公開されている。第3期第4期第12期第16期第17期、第18期。ありがとうございます。